オリジナル武将で天下統一を目指す、アキミロです。はい、続きやっていきます。今回は炎将軍と決戦です。前回、ちょっと楽を攻めた時、上皇が捕まっちゃったので、こっち、顔割り武将が一人減っております。炎将の総兵力は 123,894。こっち、81,740。でもだいぶ追いついてきましたね。こっちもね、兵力を増やす施策を選んでいって、五分五分に持っていきたいと思います。同盟なんかしませんよ。猛角の案でいこう。やるぜやるぜ、全兵力戦回復、お金も入ってくる。そして、リベンジです。落葉、行くぞ。前回だいぶ兵減らしたから、今回はさすがにいけると思うんですよね。両方はまだ1500か。もうちょっと兵力溜まったら出したいっすね。どうしよう、ジョコいなくなっちゃったしな。まだ5回目の通常攻撃からチャージ攻撃見てないのは、郊外か。郊外のみ見てないですね。まあ、両方は、さっき言った通り後でなんで。まあ、あとは、兵力多い人を連れて行きましょうか。合格。大将軍なんで、武器レベル1上がるんですよね。でももう、あとは、秋広以外みんな武器レベル10になっちゃってるな。じゃあ、秋広行くぞ！神武将は総比。竜禅。あとはみんなレベル同じだから、たまには違う人でも連れてくか。上へ行くぞ！今回の装備は、熱玉、玄武甲、縁生体、先端、真空書です。今度の敵は手応えがなさそうだの。兵力はこっちが上回っております。前回だいぶ減らしましたからね。さあ戦闘開始です。俺の一撃、ミキンさん、敵を逃すな。私の一撃を受けてください。一回足りなかった。郊外のね、四角5回からのチャージ攻撃をお見舞いしたいんです。くそー、妨害だー。1、2、3、4、5。しかしチャージ出せず。1、2、3、4、5。出せない。くそー、敵の数が多すぎてチャージが発動できないよー。今度こそ来たー。でも馬で見えなかった。なんか地面に叩きつけてるっぽかったですね、今攻撃くらい。あ、出ました。結構出だしも早いから使いやすいな、これ。うん、いいです、いいです。囲まれてるとき、出せないことが多いんですけど、出せれば、一気に相手を地面にひれ伏して、隙が生まれて、再び攻撃始められます。敵に押し潰してくれるわい。敵に押し潰してくれるわい。撃ち取った。やばい、一回でもう撃ち取ってる。やはり前回の戦争は意味があった。相手の兵力はだいぶ減っています。ほらー。こんなとこじゃ死ねねえんだよ。あら、太夫さんは一発では捕まらないようです。はい、諸葛亮です。前回の戦争でだいぶ倒しましたからね。2回か3回でもう打ち取ることできるんじゃないでしょうか。武装10秒間使いたい方で拾ったら結構武装が長い。あ、トラ戦車だ。マジかー。うわー、こいつは危険だ。早めに壊さないと。おー、オーケー。トラ戦車さらば。そして次は諸葛亮、おめえだー。ほい。じゃあユニ兵が邪魔だ。やられてかー。おらー、逃がさん。仲間の敵、俺が取る。よし、キックキックキック。オーケー。今この時の撤退も計算も、まあ、1回で無理なのは分かってます。うわー、今度は甲冑です。ドゥアー、相変わらず恐ろしい甲冑。威力がおかしいよ。おお、最近敵の連打がすごいですよね。勝てなくなってきた。学校中負けるわけにはいかん。くそ、指兵がうぜ。くぅ、邪魔だよ。うわ、やべ、
やー、高中さんにひょっこってやるとも否定できねえわ。強えんだもん、マジで。逃げらんでーし。くそ。邪魔だー、ウェラって。こっちじゃねえ、こっち敵の方だ。うおー。高中持ってきてるっぽいなー。光が2つ見える。よし、1人は下がった。よし、かゆうだけなら勝てる。こいつを倒して、肉まん。ギュッとだって近づいてきてるやつがいる。勝てる。くらえ。よし、肉まんゲーツ。こう中だ。こんなとこじゃ。おお、レンダレンダ、よし、勝ったー。これならいける。よーし、こう中撃破。次を見てよ。よし、耐え切った。二度同じとこで負けてたまるか。俺も兵力の成果じゃあ、やべやられるか。猛角頑張ろうぜ。2対1なら勝てる。猛角も諸葛亮に勝てる時が来たよ。ふっふっ、あと一発くらい。オッケー。今この時の手が諸葛亮全然打ち取れないな。よし、こうなったらもう援軍が来る前に、援軍っていうか復活してくる前に本陣を奪い取る。この拠点は、はい、奪い取りました。わしらが制圧した。わしらが制圧した。本陣制圧です。いやー、熟練の戦士郊外強かったです。はい、獲得部君2248、全体部君は1945。装備があと1回で5万いくかな。武器ゲッツ、回遊ゲッツ。アキミド勢力の勝利です。落葉はアキミド勢力の支配地域になりました。おめでとう。部長いりません。放逐。いや、一旦で4000とかすげえ手に入るようになったな。龍禅が武庫1万8000の達成によりレベル4になりました。龍禅、龍儀の息子として頑張って。さらに兵力を増やしたいんだけど、曹操の案が2000か。兵力1000が低いんですけど、なんか猛角龍禅をレベル5に上昇させられるんですよね。これにしましょう。もうやるぜ。やろう。これで龍禅レベル5だ。オッケー。お、攻めてきた。いい度胸だ、炎症。やってやるぜ。あ、秋広も武器レベル10になりました。っていうか、もうみんな10です。9の人いなくなりました。力は2000か。まだもうちょっと兵力集めましょうか。もう全員チャージ攻撃最後まで見たんで、最近全然使ってなかったシュピューいきますか。あとは武君が全然足りない人。曹操も行くか。イクソンも最近使ってないしな。行くぞ。でレベル4はもう装備だけか。あとは龍禅も5になったからな。兵力マックスの人でいきましょう。今回は防衛なんで、ちょっと白虎画とか玄武甲は取っておきます。遠玉、刀工鎧、鉄工衆、そして戦玉秘書、これでいきます。いいね、思いっきり燃えられそうだ。今の発言はどういうことだろう。有利ってことではなさそうですね。五分から。これはむしろ炎症軍の方がちょっとだけ士気高い。やってやろうじゃねえか。ってか、いきなり火やか。やってくれる。ファイヤー。火の神に火やとは。舐めるなよ。はい、敵本陣到着です。敵総大将が顔割りじゃないですね。てか、この攻めてきたメンバー全員モブ将軍です。まともに強いやつが一人もいません。まあ、余裕で倒しちゃいましょう。はい、敵総大将これで終わりです。いやー、余裕でした。火の神宿友大勝利。
悪徳武君個人は1454、全体は3418。すげえな、ほぼ被害なし。総比の武君が5万になりました。アキビロの次はなんと総比でした。いくつももう4万か。旅行ゲッツ。アキビロ勢力の勝利です。牧羊の防衛に成功しました。捕らえた武将は大竹です。いりません。お、なんかロード入りました。これイベントか。お、猛角と宿友のイベントです。母ちゃん、そろそろ国が恋しかねえか。バカ、いいんだよあんたと一緒なら。どうやら関連ある武将を仲間にするとこういうイベントが時々入るようです。結構短かったな。さーて次はどうしよっかな。お、信用の将朝鮮に新速報を送り、このターンの戦闘で寝返りを頼みますって裏切り工作があります。朝鮮いるのか。よくとなんかイベント入るかな。新規欲しかったけど朝鮮でもいっか。せっかくだからイベント見てみたいし。よし、合格な、いきます。うやるぜ。朝鮮が内容しました。このターンの戦闘で接着すれば我が軍につきます。さあでは信用に攻め込みましょう。こっちか。信用は朝鮮加工園長領関元関仙弁器か。3人も顔つきがいるとは結構手強いですね。兵力蓄えられなかったけど旅費でいくか。朝鮮いるし。朝鮮俺と共に来い。そんな感じで。劉備最近出してないな。曹操も行くか。いや曹操さっき出したか。となるとリクソン若干兵減ってんな。本件で行こう。いつになったら総比はレベル5になれるんだ。試作でパワーアップするみたいな感じじゃないとないのかな。上映武者陣行くぞ。今回は漁夫にふさわしい関戸阿文と雷玉白虎が玄武校姿勢帯でいきます。互角の戦力だ。俺がいる方が勝つ。その通りだ呂布。互角らしいですけど俺たちが勝つ。前に立つからには覚悟あるんだ。はい、ペンキさんが来ましたね。よっちゃんの恐ろしさを見せてやる。この四角2回からのチャージ攻撃がめっちゃ強いですよね。範囲が広いわ。うわー、1、2、3。ドラフットばしか。1、2、3、もう1回。もういいだろ、攻めるぞ。そして4回目の勝ち上げはキックだな。キック雷撃ついてるから勝ち上げられない。残念ながらこの玉では上に上げられません。お、玉に結構ダメージ当ててくんじゃん。やるね。お、朝鮮が裏切ってくれました。オッケー。進軍せよ。敵拠点を攻める。ちなみに最初のチャージ攻撃はこれですね。掴んで切り刻む。味方が邪魔をする。ベンチさん終わりだ。命まではくれてやれん。これは余裕。朝鮮が両方待っていました。やはり呂布は朝鮮にとってヒーローなのか。私に力を貸してくれ。おお、なんか劉備の特技かなんとか、あれで民が協力してくれました。はい、感染撃破。見ているだけ。お、花公園です。孫権と戦っていたようですが、ちょっとお邪魔させていただきましょう。はい、拠点を攻める。ガードがうまいじゃないか。しかし呂布の攻撃範囲をなめるなよ。真空書つけてなくてこれですからね。恐ろしいわ本当に。おらおら、よし終わったか。あれまだ微妙に生きてるな。どこ行った。え、あれ
加工園が見当たらない。あれ後ろか、いやこれ孫権だな。加工園死闘で速攻だったか、ありがたい、よくわかんないですね。あ、倒してました、よかったよかった。一時撤退、張良が混んできた。ちょっと両夫の分に挑みますか、張良。張良なら喜んで挑みそうですけど。だがやらせん、先代はあの弓がうざい、やつもまとめて倒したい。くれない弓、ひねい、つやー、よし、張良あと一発、オッケー、やったー、本当に指がうざい。呂布殿、いざ。お、張良が呂布殿いざって言ってくれた。で、張良はどこにいるの、近くにいるはずなんですけど、こっちか、いたいた、つえー、ちょっと待てー、ほら張良調子に乗るぞ。お、無双回復ある、いいね。もう最後のやつ弾いた、一応ガードはできるのか、今までの敵がなんかガードしてこなかっただけで。おい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 、やれ、いや、やはり強い。後ろに回り込んでドーン、1、2、3、4、5、へへへへへ、近いうちに必ず勝ってみせる。やらせん、張良、ついだ、向こうのが振りが早い、やべ、危ねえ、張良の無双だ、というわけにもやらせるか、張良とどめだ、オッケー、少し甘く見ていたようだ。この拠点、はい、俺が制圧した、本陣制圧です。あまり顔割り武将を捕まえることはっていうか打ち取ることはできませんでしたね。新緑圧倒的勝利、個人武勲は1860、全体は3020、よく後から入ったのに劉備や孫権よりも武勲が上だし、あ、てかしまった、総比はもう武勲マックスでしたね、まあ、ただレベルがなぜか5になれないんだよな、まあ、武勲が関係してないって分かったんで次から総比出すのやめます。アキミの勢力の勝利です。信用はアキミの勢力の支配地域になりました。捕らえた武将は調整、捕らえた扱いだろ、普通に戦争中仲間だったからタダでゲットできたと思ったのに。調整仲間入り、あといらん、あー、調整のモーションと秋広のモーション一緒なんで、できれば違う武将が欲しかったな、やっぱ改めて。まあ新規が仲間にできる機会があったら調整リストラしようかな、よく怒っちゃうかな。次の試作は、お、来た、猛角、装備を励ましてレベル4からレベル5にします。全兵力2000回復だし猛角にしよう、なんか最近猛角いいな。うぅ、やるぜやるぜ、装備ようやくレベルアップ、すごいわうちの兵力、また攻めてきた、炎症、ちなみにさっき攻めてきたところ、あ、違うか、僕が真意を攻めただけだ、だから炎症の方兵力はほぼほぼ減ってないっすね。よし、この防衛で減らしましょう。周遊新規孫策がいるのか、これは大真面目にやった方がいいな、ちょっと今仲間になったばっかの挑戦とかじゃ危ない気がします。いやでもな、新規入ってきたらリストラの可能性があるから挑戦でやるか。あとは、行くぞ。そして、
尊敬いくぞ。でもレベル4のやつはいなければ、武器が9のやつもいないと。よし、ならばムクンがまだ5万いってない人たちで出陣しましょう。リュウゼンレベル5でも弱えな。ジョエキレイさんいくぞ。今回は残玉、スザク玉、カッタン、武装鎧、オブ太鼓で行きます。挑戦どんなもんかな。互いに拮抗した力、気を抜けません。拮抗しているそうです。敵本陣に向け出陣って早えな。おお、孫策が来ました。くぅ、挑戦で勝てるか。ちなみに挑戦の猛将は秋見ろと全く同じです。残属手付けてるんでこれにかけるしかない。うわっ、でい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 、はい、真空はぁ、よし、孫策あと一発くれ。オッケー、孫策撃破です。また戦おうぜ。いや、もうあんま戦いたくないです、初波を。もう引っ込んでて挑戦は重い。チャージ、攻撃4回からのチャージが強いです。これ全部残属性つくんで、トン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 って敵に当たればかなり削れます。あー、ただ問題は1対1にならないとなかなかあれ当てられないことです。はい、エンタンが挑戦に一騎打ちを申し込んできました。今こそ通常攻撃4回からのチャージ攻撃を見せる時です。いやー、秋見ろがやったら微妙ですけど、挑戦がやったらいいポーズですね。ほい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 、やっぱかなり減りますよ。もう一騎打ちはこれあるのに。めっちゃ減る。ふっふいふっ、最初のつながりが、あー、カカカカーン、ブヘー、ほい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 、とどめだー。オッケー、ザンと挑戦も悪くないです。お、なんだ、総大将が今突っ込んできたの。もう残り50秒です。ここで負けるわけにはいかない。弓兵邪魔だよー。周遊だ。さすがに一人で突っ込みすぎると無謀だな。下がろう。ここでやられたら元も子もない。はい、時間切れです。秋見ログ防衛成功。普段秋見ろが取っているポージングはこちらになります。はい、獲得武勲1376、全体は3027。全体大きいな。うん、イクソンも4万5000まで来たか。エンタン捕まえました。悪魔の勢力の勝利です。牧羊の防衛に成功しました。捕らえた武将ポーチクいらん。さあ、今回はここでやめましょうか。炎将軍の残る都市はあと3つ。多分次回が最終回になると思います。いやー、なんだかんだでね、パート7ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、全然そんなことなかったですね。なんなら倍近くかかってますけど、ついに終わりが見えてきました。まあ最後はね、名族炎章を秋広で倒して終わりたいと思います。この動画良かったなと思えたら高評価、次も見たいなと思えたらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄とツイッターの固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。ツイッターの URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。